上皮組織の種類上皮細胞とは、体表面を覆う、表皮、肝空臓器の粘膜を構成する、上皮、外分泌腺を構成する、腺胞細胞や内分泌腺を構成する、腺細胞などを総称した細胞。これら以外にも肝細胞や尿細管上皮など、分泌や吸収機能を担う、実質臓器の細胞も上皮に含められる。上皮には、外気や液体にさらされている。 超端面と結合組織に接着する規定面がある。規定面を支えるのは細胞外マトリクスの丈夫な層で規定層と呼ばれる。個々の上皮細胞には超端面と規定面に科学的な差、つまり極性があり、この極性があるために物質の分泌、吸収が可能になる。隣り合う上皮細胞は主樹の細胞間結合で繋がれており、これにより 細胞間液を分子が通るのを防いだり、細胞同士がコミュニケーションをとっている。ちなみに、手の甲にセロハンテープを貼って、剥がした時に白く付着しているのも、上皮細胞である。上皮は、機能的に以下のように分類できる。すべての上皮細胞は、生理的に以下の複数の機能を担っている。分泌上皮粘液、酵素、ホルモンなど、 生物活性のある物質を産生し分泌する。吸収上秘密、電解質、栄養源となる物質を能動的に吸収したり、輸送する。同感上皮管空面を多い物質の転送を促進する。被覆上皮表面を被覆し物理的、または化学的なバリアを構成する。また、形態によっても分類される。まず、細胞の並び方によって、 次のように分類される。炭素上皮細胞が規定膜上で一列に並んでいる。多列上皮細胞が規定膜上で数列に並んでいる。ただし、すべての細胞は突起を伸ばして規定膜に接触している。重層上皮細胞は規定膜上で重なり合うようになり、列にも並んでいる。一つ一つの細胞の形によっても分類される。扁平上皮細胞は 潰れたような平たい形をしている。立方上皮細胞は立方形である。円柱上皮細胞は縦方向に長い円柱型をしている。線毛上皮細胞に線毛が生えている。これらの用語を組み合わせて、食道の上皮は重層扁平上皮であるといった具合に以下のように表現する。単層扁平上皮、血管、リンパ管内側。 小膜中皮炭素立方上皮、感染上皮炭素円柱上皮、消化管上皮、呼吸器、軌道上皮重層扁平上皮、表皮、食道上皮、扁平上皮加生した軌道上皮、子宮外形部上皮、下院頭から、口頭上皮、肛門上皮重層円柱内視立方上皮、大気扇の同感、呼吸器多裂扇毛内視炭素円柱上皮での、 基定細胞化形成を伴ったもの、子宮頸部景管炎中上皮や景観線上皮で、予備細胞化形成を伴ったもの、多列線毛炎中上皮、微腔上皮、陰頭上皮、気管、気管子上皮、移行上皮、人羽上皮、尿管上皮、膀胱上皮、尿道上皮、前立腺導管上皮発生学的には、三肺用のいずれも上皮成分に分化する。例えば、 皮膚は外廃用に由来し、消化管上皮は内廃用に由来する。そして、腎臓の尿細管は中廃用に由来する。ありがとうございます。